どうもレンジです。今回なんですけど CO5 の様々なイベントが開催ということで、こちらね初心者の方でも分かりやすく、アイテムゲット方法をね解説していきたいと思います。まあ、少しねややこしいんですけど一回覚えればね簡単なんでね、見ていきたいと思います。はい、まずね CO5 のイベントページはいつも通り、こちらのイベントページ行って、で2つあるんですけど、とりあえずね、この上のコールオブザービス5の、こちらね、向かってみてください。はい、このようなページに飛ばされましたね。いやー来たねこれ、懐かしいこの BGM。 CO5 世界、最終戦ね。うわーもう終盤まで来たんだね。このようなね感じでチームがありますね。 B4UAG ウォルブスウェイボかな、ちょっと読み方間違ってたら、あれなんですけど、A ブロック B ブロック C ブロック D ブロックまであります。で今回ね、なんとこのイベントでもらえるアイテムがありまして、それをね、ゲットする方法なんですけど、はい、こちら、ラインナップとしてはこのようにね、あんちゃんの携帯品また来たね。これめちゃくちゃ人気で、でこの COA5 中にしかね、ゲットできないんだよねこれ毎回。そうで限定かと思ったんですけど、一応 COA5 のイベントではこのように復活するんで、この期間でしかゲットできないね。でしかも金リンゴバカ使うからね41,600で金リンゴね、こちらなんですけど、これね、引き継ぎみたいですね。いや、よかった。これ、なくなったらね、ゲットできないと思ったんですけど、このようにね、COA5 のイベントごとに、金リンゴの、ね、引き継ぎなんで、まあ、今回から参戦って人はね、もう競馬のね、バチバチに当てたみたいな、ぐらいにならないと、多分4万は当たらないので、はい。もうね、まあ、ちょっとここは運ゲーですかね。まあ、じゃあ、ラインナップとしては、マトカゲのこのような、石膏って衣装かな、こちらも12,800で、一等航海士の、夜回りっていうこちらの衣装も、こんな感じで12,800。うわー、たまにいるんだけどね、相当珍しいよね、結構ゲット難しい。で、携帯品、ポストマンの携帯品も必ずウィッグの相手をするようにしている。なんか骨がありますね。はい、こちらのラインナップとしてはやっぱね、あんちゃんの携帯品めちゃくちゃ僕は欲しいかな。イベントショップが5月20日までになりますと。はい、でこの金リンゴの集め方がね、2種類ほどありますので、説明していきます。でこのグループ戦、まずはこの予想をね、していきますと。で今は一番左のとこしか使えないので、こちらの左のを、予想開始します。1位2位3位4位かな。で、あなたの予想するランキングにこれをね、ドラッグしてくださいと。で1センター当たるたびに600金リンゴだから、まあ、バチバチに全部当たれば、まあ、4万ぐらいいく可能性があるってこと で正直ねちょっとねどれがどれだかね分かんないんだよね俺も。あんまりね COA の戦隊プロチームはちょっとあんま詳しくないんですけど、なんか名前よくね聞くとこどれもなんかでも耳にするようなとこなんですけど、どうしようかな。1位、なんか女の子とかいるチームあるんかな全然あれなんだけど、なんか可愛い女の子とかいそうなチームにしようかな。ウォルブスとかわかんないけど、よっしゃ。まあじゃあ AG、 ちょっとねもうわかんない、もうちょっと適当なんですけど本当に。じゃあ試しにね、こんな感じにしてみます。保存します。よっしゃ、こんな感じで保存できました。一応変更もできるんだね。で、これね、ちょっと保存しといて、でこれあのもうね始まっちゃうとできなくなっちゃうんで、これがマジで落とし穴 で今日から始まったんで、この動画ね見て気づいた方はなるべく、今のうちにね、これやってみてください。さあじゃあ予想どんどんしていきますけど、B ブロック、いやこれもちょっとわからんな、もうわからんから、もうちょっともうこんな感じでいきますね。うん、よし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 、 OK。まあ詳しくない人はもうちょっと運ゲーショットしてみてください。まあやればね GG1 よし、 BL2 よし、こんな感じでちょっともう分かんないんですけど、やればやっとくだけね、損はないんでね、はい、やり損ないんで、よっしゃいきます。銅 5GHMSFPXZQOK、 さあ、提出できました。で、これでまたね、勝ったチームからこう右に行くのかな。4月24日以降から、トーナメント選出予定、大会データ予想みたいなのあるんで、またね、こちら日付待ってみましょう。はい、で、こちらが終わりましたら、戻っていただき、こんな感じでやりますね。
ブロック戦ポイント、ああここでね大会のなんか結果がね、反映されるみたいなんで、ちょっとね金リンゴ気になる方はねこちらのページから見てみてくださいと。で、あと必要なこととしては、2ページ目のねこの1個下の COA5 ワールド決勝トーナメント、こちらを押してくださいと。で、このページ飛びますと生放送とスケジュールがあります。イベントもありますね。うわ懐かしいなこのページ。でこれねなんと20回購読すると、獲得可能1万800もこれゲットできるんだ。はい、これねほんとね最初第5人格入れたばっかの人とか絶対わかんないと思うんですけど、これほんと簡単で、ぜひね、動画見た人これちょっとやってみてください。こちら購読ってボタンをポチポチ押していくだけ。はい、ポチ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 と。よし、はい、ポチ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 、まあ、こんな感じでちょっと押すと、イベントで大会購読っていうとこ行きますと、こんな感じでなんかね受け取るっていうのができるようになりますと。よっしゃ1400、いや激アツすぎる本当に。まあこれね COA1 からやってた人に関してはまあ予想しなくてもここだけでゲットできちゃいそうですよね。はい、で、受け取る、これもね購読するだけで受け取れますので、うわーめちゃくちゃ稼げた、やばい。で、まだね、購読残ってるかな。で、これが、始まっちゃうと確か購読できなくなっちゃいますので、確かね、うん。なんで、まあ、もう、早くやったにね、越したことはないと。はい。ぜひね、これやってください。これ、もう毎回作業ゲーみたいなね。COA1 から一応僕も、やってると思うんですけど、こんな感じでね、毎回、毎年毎年こうやってね、作業がありますので、ぜひね、新規の方はね、この作業やってみてください。金リンゴ、おわ1800じゃん最後。はい、ゲットできました。で毎日ログイン、こちらは大会イベントは試合日時のみ開催ということで一まだないですね。はい、で、交換をしますと、お1万2000まで来た、やば。俺今回なんか買えるぞ。あんちゃんはちょっと当てないとゲットできないんですけど、こちらね、COA5 のねこの予想ね、ちょっとなんか当たるとね結構気持ちよくね金リンゴガツッとゲットできますので、ぜひぜひね、こちらをね、COA の、イベントね、やってみてください。はい、ということで、こんな感じで、様々なね、イベントシステムがありますよ、ということで、こちらね、確認していきますと、はい、イベント1、これがね、今話したことになりますし、COA5 予想、イベントが開催ということで、これね、携帯品一等交換し、生命科オーディオ、4月21日から、金リンゴショップで交換可能。あ、まだ出てないんかな？そしたらこれ、うん。まだ出てないね。そしたらね、はい、これから、実装するみたいなので、こちらも楽しみにしていきましょう。で、イベントに配膳機能が実装、マッチング成功後マッチング待機画面にて自分のキャラクターに料理を運ぶことができます。え、何それ、なんか美味しいもの、肉とかね、魚とか運べるんかな、なんかちょっと面白い機能がついてますね。こちらも、実装と。で、イベント3、4月28日から5月12日の間、深淵の秘宝さんと、秘宝が再登場します。あ、復刻するってことか、これ。いや、めちゃくちゃ楽しみじゃん、これ。じゃあ欲しいね。ちょっと衣装がある人はね、確認してみてください。で、さらにはイベント4、4月28日から5月12日の間に、GR 戦隊の COA、優勝戦隊記念賞が再登場復刻っていうことで、これはね、逆位置の審判と、正位置の審判っていうね、夢の魔女と空軍の SSR 衣装が、登場するんだ。うわー、めっちゃ嬉しいじゃん、これ。ガチか。まあ、ちょっとね、もう一回戻りますと、これがね、夢の魔女の僕が、以前買ったやつなんですけど、これね、もう超大好きで、すごくね、セクシーな衣装で、そう、こんな感じで、本体がこれで、シトちゃんがこんな感じ。可愛いでしょ？うん。これね、結構人気でね、まあ、この期間の時だけにしかね、復刻しないと思いますので、ぜひね、あ、空軍ちゃんとね、どっちかね、欲しいっていう人はね、ぜひぜひちょっと検討してみてください。まとめますと、COA5、ワールドね、決勝トーナメント記念イベントね、先ほども言いましたが、こちらの、COA5 の、ね、予想ね、絶対に今日からするのが結構鍵みたいなので、今日明日かな、今日明日、まあ明後日はダメか、今日明日中にはね絶対にやっといてくださいと。で、コインね、正解するとコインを獲得できます。コインは一等交換して、あ、なんかコインでゲットできるようになるんだ。コインとは何だろうな、金リンゴかなこれ。で、4月21日から金リンゴショップで交換可能ということなんで、ぜひね、この一等航海士の
携帯ひねゲットしていきましょう。なんかエフェクトあるみたいだね。でイベント2のね、配膳システム、そしてイベント3の、復刻のね、深淵のね衣装ね、今までの COA の衣装かな。でイベント4が、こちらのね夢の魔女と空軍の衣装になります。でこれ4月28日って書いてるんですけど、これは間違えて4月30日からみたいなので、ぜひねそこもお気をつけください。ここまでご視聴ありがとうございました。またね第五人格ね COA 情報など発信していきますので、気になる方はぜひチャンネル登録やいいねボタンポチッと押していただけると嬉しいです。 TikTok ライブや Twitter などでもね情報発信していますので、気になる方はぜひ遊びに来てください。それではまた次回お会いしましょう。お疲れんじ。